都道府県教育委員会連合会会長、東京都教育委員会教育長浜佳代子です。日本の学校教育は、学習機会と学力を保障するという役割のみならず、集団活動や体験的な活動などを通じて、全人的な発達、成長を保障する役割や、安全・安心に人とつながることができる居場所としての福祉的な役割も担ってきました。これまでの学校教育の成功は、子どもたちのためにと頑張る先生方一人一人の献身的な働きによって支えられてきました。改めて敬意と感謝を申し上げます。さて昨今、ソサエティ 5.0 時代の到来など、社会の在り方が劇的に変化しており、また新型コロナウイルス感染症の拡大など、先行き不透明で予測困難な時代となっています。こうした社会において、子どもたちは自らの手で将来を切り開いていかなくてはならず、私たちは子どもたちに必要となる力を学校においてしっかりと育んでいかなくてはなりません。そのためにはこれまで以上に質の高い教職員チームが必要です。一方、現在教師不足が大きな課題となっています。文部科学省において、教員免許保持者の入職促進、免許取得者・教職志望者の増加に向けた取り組みが検討・実施されているとともに、勤務実態調査の結果を踏まえ、処遇の在り方を検討すると聞いていますが、各地域においても教育委員会が創意工夫し、志ある方が教職を目指し、教師となることができるよう、社会全体で必要な取り組みを進めていくことが重要です。東京都においても、教師のやりがいや楽しさを知ってもらうため、高校生から社会人までの教職に興味のある方が現役の教員と語ったり、実際に行われている研修などを体験したりできる東京教育フェスタを開催したほか、社会人の方が採用試験に合格してから教員免許を取得することもできるよう、採用を合格後2年間猶予する制度を導入するなど、さまざまな取り組みを始めています。また、若い世代の増加に伴う産休・育休取得者の増加や、男性の育休取得促進への対応も必要です。育児もまた、教職と同じように、未来を担う子どもを育てる大切で尊い仕事です。若い世代の皆さんには、男性も女性も望む人誰もが家庭を持ち、子育てをしながら仕事を続けていただきたいと思いますし、教育委員会もそれができる環境を整えていく必要があります。東京都においても、産休開始前から代替教員を任用するなどの取り組みを来年度から開始する予定です。いじめや不登校、ヤングケアラーなど、学校内外で発生する問題に対しては、教職員が一人で抱え込むことなく、カウンセラーやソーシャルワーカーなど多様な専門性を有する人材がそれぞれの強みを生かして、チームとして最適な解決策を導き出すことが必要です。校長をはじめとする学校管理職のリーダーシップを期待します。これまで培ってきた日本型学校教育の良さをさらに発展させつつ、新たに生じた課題にも柔軟に対応できる教職員チームを築いていくため、取り組みを進めていきたいと思います。教師に関しては時間外勤務が多い、休暇が取りにくい、いわゆるブラック職場だといった意見も聞かれます。また、児童生徒や保護者等への対応から悩みを抱えるケースがあるとの指摘もあります。本来、教師は子どもたちの成長を身近で実感できる、他では得難い魅力のある職業です。この原点に立ち返り、教師が誇りを持って働くことのできる環境整備が必要です。この度、平成21年度から実施されていた教員免許更新制が発展的に解消されるとともに、教育公務員特例法の改正により、各教師の研修履歴を記録して、教師の資質能力の向上に関する指導・助言等を行う仕組みが整備されました。ICT の活用など子どもたちの学びも時代とともに変化していますが、教師も同じです。主体的に学び続け、成長していく教師の姿は、子どもたちにとって身近なロールモデルとなります。こうした教師自身のウェルビーイングにつながる取り組みも必要であり、教職に就いた方が充実した生活を送ることができるよう、
新たな教師の学びを支援する体制が開始されます。東京都でも教員全員が利用でき、研修の検索や申し込み、研修動画の視聴などがオンラインでできるウェブページ、マイキャリアノートの活用などを始めています。さらに、研修時間を十分に確保するためにも働き方改革を推進しており、公益財団法人東京学校支援機構 T プロを設立して、外部人材の積極的な活用などを進めています。全国的にも教員の働き方改革が進んでおり、時間外勤務は改善傾向にあります。学習や生活面での指導はもちろん、部活動対応や感染症対策など、学校には多くの期待が集まりますが、教師を頑張れと追い立てるような精神論では解決できません。外部の専門家や保護者や地域の方などに協力を求めることも必要です。働き方改革を進めながら、子どもたちの教育環境を充実させていくため、そして創造的で魅力あふれる教師という仕事を多くの人が志し、誇りを持って働くことができる将来の実現に向け、子どもたちに関わるすべての者が力を合わせて取り組んでいきたいと思います。私は以前、福祉部局で児童虐待対策に携わりましたが、子どもたちが辛い思いをしているときに一番最初に気づくことができる大人は先生方だと感じました。学校はすべての子どもたちとつながっています。誰一人取り残すことなく育てていきたいと思います。学校教育の担い手は言うまでもなく先生方であり、学校教育の成否を左右する要となる存在です。教師になるにあたり不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれませんが、多くの教員がやりがいを感じ、私生活も大切にしながら働いています。必要な知識や技能を身につけながら、充実した教師生活が送れるよう、研修制度も整備されています。教師の仕事をさまざまな専門家がサポートする仕組みの整備も進んでいます。多くの学生社会人の皆さんに、教師という職を選んでいただけるよう、国や教育委員会は今後も全力で取り組んでいきます。先日、教師を志す中高生から、自分が通う学校の先生方がチームワークよく生き生きと生徒に接する姿に憧れて先生になりたいと思ったと聞きました。子どもたちが憧れるような先生にあふれる学校を皆さんと作っていきたいと思います。皆さんの力を貸してください。誰しも大人になっても思い返す記憶に残る先生がいると思います。教師は生涯を通じてたくさんの子どもたちにかけがえのない思い出や影響を与えることができる存在です。子どもたちに大きな影響を与えながら、自分自身も影響を受け成長し、子どもたちの挑戦や成長を一番近くで見ながら充実した毎日を過ごすことができる教師を、多くの方が志し、そして学校で活躍してくれることを期待しています。子どもたちの夢の実現には先生方自身も夢を持っていることが大切です。教職に就くことで叶えることができるご自身の夢を描いて、教職に就いていただき、子どもたちとの日々の中で実現してください。教室では元気いっぱいな子どもたちが皆さんを待っています。熱意あふれる皆さんの挑戦を心から待っています。